三上明は元高等学校教員で人間と植物との意思疎通をテーマにした独自の研究や著作を行った人物。教職を退いた後、施設の研究室である日本総体寺派研究所の所長を称していた。訓四陶随法省受賞。三上は永年の研究を積み重ねた末に人間の問いかけに対して植物の意思を開発した。この危機器は エネルギー変換器、超電流の増幅器、テスター、それに媒体センサーが取り付けられるもので、著書、植物は警告するや、植物の超能力等に詳細が述べられている。一教員であった三上が、この研究に入ったきっかけや、植物の脅威能力を知る過程は、世に出た最初の書、この葉のテレパシーに書かれている。また、著書の中で、当時としては、 高等無形であった太陽には水があるとの説を発表。1993年にと学会から植物は警告するによって第2回日本トンデモ本大賞を受賞。と学会によるとんデモ本の世界では三上がパソコンのフロッピーディスクに500円効果のデータをインプットするのに埋めた効果の上にフロッピーとハンディコピー機を置いて5分間放置する。 パソコンに500円硬貨のデータを読み込ませるのに、フロッピーディスクドライブに500円の写真をそのまま挿入するといった内容が紹介されている。三上は、この受賞を喜び、と学会宛に令状を送っている。しかし後に、賞の意味に気づいた本人は著書に反論を展開している。ありがとうございます。